今日は久しぶりにね、まあコーヒー飲むだけなんですが、これ使ってみたいなと思いまして、動画回してみます。使うのはこれね、よいしょ、ものはこれです。バイトーチ、ちょっと前のアルコールがまだ残ってるかな、ちょっと残ってましたね。セリアの500の水筒に、ちょっとね、ひょうたん型のやつの蓋を取り替えました。これ自体はね、こういうふうな上に D カンがついたタイプなんですけど、ちょっと高さが上がるのでね、蓋を付け替えています。本燃焼入りましたね、気がついた。よいしょ、乗せたのが2分30秒ぐらいなのかな。どれぐらいで沸くんでしょうかね。デブはね、カロリーハーフで2杯飲んだら一緒なんですけどね。コフェルの底からは漏れるぐらいの火力はあるということで、結構ひょうひょう言うてますね。僕ら入ったのかな、500のカップ水筒なんで、だいたい200ぐらいまで残ってるんで、300ぐらい入った感じですかね。この、このパイトーチ、理学研究所でしたっけ、ちょっと正式名称忘れちゃいましたけどね、このコフェル自体は500、なんだ出てこない、
エヴァリンの500ポットとね似たようなサイズ感です。3分20秒ぐらいで入れたから2分ぐらい経ったのかな。あちょっとあちょっとちょっとそこに気泡が出始めたかなっていうくらいですね。こうしてみるとアルコールストーブですけどそこそこ火力あるのかもしれませんね。3分20秒3分ぐらいですかね、火にかけてから。熱いかな。もうそろそろ沸きそう。熱々、熱々、熱火にかけてから4分。もう沸いてますね。ああよいしょ。あちゃちゃちゃ。一旦のけて、このままでは蓋がかからないのでこれをのけて火を消すと。はい、展開から飲み始めるまで、まあ動画始まりですけど8分ぐらいでコーヒー飲めるよっていうことが分かりました。じゃあいただきます。よし、以上です。